こんにちは。今日の講義は書籍 ETF 世界を舞台にした金融商品です。私たち個人投資家にとって ETF 上場投資信託はまさに夢の金融商品と言えるでしょう。なぜなら ETF を活用することで、これまで手が届きにくかった様々な資産に少額から投資できるようになったからです。株式、債券、不動産、商品などあらゆる資産クラスで ETF が誕生しています。 ETF の最大の魅力は、株式と同様に証券取引所で自由に売買できる流動性の高さにあります。投資家が売買するたびに価格が決まるので、基準価格との乖離が少なく公正な価格で取引できます。さらに ETF の構成銘柄や運用実績なども公開されているため、投資判断がしやすいのも利点です。一方で日本ではあまり広く普及していないのが現状です。投資家の関心が低いこともありますが、金融当局が新商品の承認に慎重だったことも一因でしょう。しかし海外では ETF が大変身を遂げています。米国を中心に近年ではますます多様化が進んでいます。単に株価指数に連動するだけでなく、小利回り銘柄に特化した ETF、 空売り ETF、 レバレッジ ETF、さらには複数の ETF をまとめたファンドオブファンズ型 ETF など、投資家のニーズに合わせた新しい形の ETF が次々と登場しているのです。そうした多種多彩な ETF が生まれた背景には、2008年の世界金融危機がありました。危機のただ中で投資家は苦しめられましたが、私のポートフォリオも例外ではありませんでした。しかし危機を契機に長期的な資産運用の重要性を再認識し、新興国などの有望銘柄への分散投資を行いました。同時に空売り ETF を活用して下落リスクを抑え、社債などの魅力的な商品にも投資を行いました。このように危機はリスク回避とチャンスを生み出す、まさにピンチがチャンスだったのです。 ETF には様々なメリットがありますが、デメリットも存在します。例えばファンドの実質コストが見えづらかったり、流動性の低下によるプレミアムディスカウントの発生などです。そのため ETF を選ぶ際は慎重に検討する必要があります。私はまず投資対象の株式や債券などの資産クラスを決め、次に地域やセクタースタイルなど細かい選択基準に当てはめて、流動性の高い優良 ETF を選んでいます。具体的な活用例を挙げますと、米国株式 ETF は景気循環に合わせて入れ替えたり、後輩当たり利回り銘柄に特化した ETF を組み入れています。債券 ETF では社債や不動産担保証券、インフレ連動債などへの分散投資を行っています。さらに通貨、商品、不動産など多様な資産へ ETF を活用し、幅広い分散投資を実現しているのです。このように ETF を上手に活用することで、従来は難しかった運用が叶う点が魅力です。しかし利用するには細かいポイントを抑える必要があります。例えばポートフォリオ全体のリスク許容度を考え、リバランスのタイミングを見計らう必要があります。特に新型 ETF は仕組みが複雑なため、理解が不十分だと想定外のリスクを負ってしまう可能性もあるのです。そのため ETF を活用する際は、まず自分の投資目的や運用方針を明確にすることが大切です。長期の資産形成を目指すのか、それとも短期的な売買益を狙うのか、そうした基本方針に沿って ETF を選ぶ必要があります。長期投資家であれば、株式 ETF では景気循環に合わせて入れ替えるのではなく、世界の時価総額に連動する ETF を中心に組み入れ、それに加えて配当利回り重視の ETF などを加えるのが賢明です。債券 ETF も社債や新興国債券などリスクを分散しながら利回りの高いものを選びましょう。一方短期売買を主眼に置く投資家なら、レバレッジ ETF やインバース、空売り ETF、 ボラティリティ ETN などが有効活用できます。またETF の活用には適切な投資口座の選択も重要になります。個人投資家にとって最も一般的なのは、香港の銀行や証券会社の口座を利用することでしょう。香港は ETF の取扱い実績が豊富で、多くの銘柄が上場されているためです。ただし
最近では海外の専門ラップ講座を利用する動きも出てきました。ラップ講座は ETF に特化した運用アドバイザーがついており、投資家に合わせたポートフォリオ提案を受けられるメリットがあります。いずれにしろ、自分のニーズやリスク許容度に合った投資講座を選ぶことが大切です。 ETF の特性を理解し、慎重に検討して活用することで、これまでにない投資機会が開かれるはずです。個人投資家一人一人が ETF を味方につけて理想の資産運用を実現できることを願っています。 ETF には様々な可能性があり、個人投資家にとってまさに夢の金融商品といえます。 ETF を活用することで、これまで手が届かなかった企業や市場、商品に少額から投資できるようになりました。世界中の様々な資産に分散投資することが容易になり、リスクを分散しながら収益を狙えるようになったのです。例えば、新興国の企業に投資したい場合、従来は現地の株式市場に直接アクセスする必要がありました。しかし、ETF を利用すれば、その国の株価指数に連動する ETF 一つで新興国企業に分散投資できます。さらに、特定のセクターやテーマ、例えば環境関連株などに特化した ETF もあり、関心のある分野に重点投資することもできます。債券運用でも同様で、社債 ETF やインフレ連動国債 ETF、 新興国債券 ETF など、さまざまな債券への投資が可能になりました。加えて、不動産や商品、為替など、従来は個人投資家が手を出しにくかった資産にも簡単にアクセスできるようになったのです。また、空売り ETF やレバレッジ ETF、ボラティリティ ETN など、従来の投資信託にはなかった新しい仕組みの ETF も登場しています。これらを上手に組み合わせることで、さまざまな環境下でも収益を狙えるようになったと言えるでしょう。さらに、ファンドオブファンズ型 ETF のように、複数の ETF を一つにパッケージングした ETF も現れ、一層の分散投資が可能になっています。一方で、ヘッジファンド指数連動型 ETF などもあり、これまで一般投資家には手が届かなかったヘッジファンド投資への道も開かれました。こうした多様な ETF の登場により、投資家は自らの投資スタイルやリスク許容度に合わせて、より自由度の高い運用を行えるようになったのです。長期の資産形成を目指す人も、短期の売買を中心に据える人も、理想の運用が可能になったと言えるでしょう。また、ETF は株式と同様に証券取引所で売買されるため、売買しやすく流動性も高いのが特徴です。従来の投資信託に比べ、フェアな価格で取引でき、いつでも現金化できるメリットがあります。加えて、構成銘柄や運用実績なども公開されているため、投資判断がしやすくなっています。一方で、 ETF にはデメリットもあります。ファンドのコストが分かりづらかったり、特に新しいタイプの ETF については複雑な仕組みのため、十分な理解がないと想定外のリスクを負う可能性があるのです。しかし、これらのデメリットを認識した上で、慎重に銘柄選定を行えば、十分にメリットを享受できるはずです。とにかく、 ETF の登場により個人投資家の選択肢が広がったことは間違いありません。国内外の様々な資産に分散投資することで、リスクを抑えつつ収益を狙える機会が生まれたのです。 ETF を上手に活用すれば、これまで実現が難しかった理想のポートフォリオ運用が可能になるかもしれません。こうした可能性を秘めた ETF ですが、その多様性ゆえに一朝一夕には理解しづらい側面もあります。まずは長期的な投資目的や自身のリスク許容度を明確にすることが重要です。そして、徐々に ETF の特性を学び、自分なりの運用方針を立てていく必要があります。また、運用する際も綿密に調査を重ね、的確なタイミングでリバランスを行うなど、日々の注意深いモニタリングが欠かせません。 ETF は確かに個人投資家の新しい可能性を切り開く金融商品です。しかし、その反面、短期的な投機の道具に走れば、かえってリスクを高める可能性もあります。健全な長期投資の姿勢を忘れずに、ETF を懸命に活用していくことが何より大切なのです。 ETF については、まだまだ語り尽くせないほど奥が深い金融商品です。 ETF の魅力や可能性、リスクなどについて、これまでの話を重複させずに、私なりの考えを存分に述べさせていただきます。
ETF が生み出した最大の変革は、これまでアクセスが難しかったさまざまな資産への投資の門戸を個人投資家に開いた点にあります。かつては株式や債券、さらには投資信託でも、なかなか目が届かない分野が多くありました。しかし、ETF の登場により、それらの世界にも少額から手を伸ばせるようになったのです。例えば、新興国企業の株式など、個人投資家が直接現地市場に行って投資するのは至難の業でした。しかし ETF を活用すれば、指数連動型の新興国株 ETF 一つで容易に分散投資できます。さらに、ETF にはセクター別や国別など、投資家のニーズに合わせた細かな運用スタイルの商品が用意されているのです。このように、ETF は分散投資の実現をぐんと後押ししました。株式はもちろん、債券、不動産、商品など、さまざまな資産間での分散が容易になり、リスク分散がしやすくなったと言えるでしょう。さらに同じ資産クラス内でも、例えば社債 ETF では普通社債、ハイイールド社債、エマージング債など、細かい分散が図れるようになりました。また、通常の株価指数連動型 ETF に加え、後輩当たり利回り銘柄に特化した ETF や、環境関連企業 ETF など、投資テーマに合わせた商品も登場しています。投資家は ETF を使ってより自由に、自分の関心や投資方針に沿った運用ができるようになったのです。さらに革新的なのは、従来の金融商品ではあまり見られなかった新しい仕組みが取り入れられている点です。空売り ETF、ショート ETF やレバレッジ ETF、ボラティリティ ETN などがその代表例でしょう。こうした商品を組み合わせることで、様々な市況でも収益を狙える可能性が広がりました。一方、複合型の ETF として、ファンドオブファンズ型 ETF も注目されています。これは複数の ETF をまとめて一つの ETF に組み入れた商品で、さらなる分散投資が可能になります。ヘッジファンド型 ETF など、一般投資家には手が届きにくかった運用手法も、ETF を通じて利用できるようになってきました。このように、ETF の多様化が急速に進んでいる背景には、常に新しい投資ニーズを先取りしようとする運用会社の熾烈な開発競争があります。投資家のニーズに応えるべく、日々新商品が生み出され続けているのが現状なのです。その結果として、個人投資家の選択肢が格段に広がったことは間違いありません。ETF があれば、これまで手が届かなかった様々な資産運用が可能になりました。自らの投資目的やリスク許容度に合わせて、最適なポートフォリオを組み立てられるようになったと言えるでしょう。例えば、長期の資産形成を目指す投資家なら、世界の株価指数連動 ETF を中心に据え、それに後輩当たり利回り ETF や社債 ETF、不動産 ETF などを組み合わせれば、バランスの取れた運用ができます。一方、短期の売買を中心に置く投資家は、レバレッジ ETF やインバース ETF、ボラティリティ ETN などの活用が有効でしょう。このように、ETF のおかげで理想の資産運用を実現できる可能性が広がったといえます。しかし同時に、複雑な仕組みの ETF が増えたことで、リスクが高まった面も指摘できます。特に新型 ETF については、十分な理解なく利用すれば予期せぬリスクにさらされかねません。ETF の仕組みを熟知し、慎重に検討して活用することがどうしても重要になってきました。また、ETF の多様化に伴い、商品選定がかえって難しくなっている側面もあります。同じ投資対象でも、運用会社やスタイル、コストなどが異なる多数の類似 ETF が上場されていることが多く、どれを選ぶべきか判断に迷うケースも出てくるでしょう。この点については、流動性の高さや実質コストなど、具体的な選定基準を持っておく必要があります。さらに、ETF では売り買いのたびに価格が変動するため、長期保有を前提とする投資家であれば、一時的な値動きに惑わされないよう注意を払う必要もあります。株と同様、短期的な値動きは無視して、中長期の方向性を見据えた買い増し、リバランス、売却のタイミングを図る姿勢が求められるのです。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、知的な面だけでなく、体の健康も人生を豊かにする大きな要素だからです。健康的な体は活力とエネルギーの源泉となり、
日々の生活をより充実したものにしてくれます。そこでライザップの結果にコミットプライベートジムをご紹介します。このプログラムはダイエットだけでなく総合的な健康管理をサポートするものです。専属のトレーナーによるマンツーマントレーニングが受けられ、食生活やメンタルの管理まで行われます。一人一人に合わせて作られた専用プログラムに沿って週2回1日50分のトレーニングを行います。無理のないペースで着実に理想の体づくりを目指せます。トレーナーは食事面でもアドバイスをしてくれるので健康的な食生活を送ることができます。メンタル面のケアも欠かせません。モチベーションを保ちリバウンドしにくい体づくりをサポートしてくれるのです。さらに完全個室のプライベートな空間でトレーニングを受けられるのも大きな魅力です。人目を気にせず集中して取り組めます。無料カウンセリングも用意されており、いつでも相談できる体制が整っています。そして何より驚くべき点は30日間の無条件全額返金保証がついていることです。期間中に効果が出なければ費用は全額返金されます。このようにライザップは確かな自信を持ってサービスを提供しているのがわかります。ダイエットやジム通いが続かなかった人でもこのプログラムなら成功できるはずです。無理な食事制限はなく健康的に痩せられます。理想の体を手に入れたい人、リバウンドに悩む人におすすめのプログラムと言えるでしょう。トレーナーによるマンツーマンのきめ細かいサポートが受けられ、食生活やメンタルの管理まで行われるのでダイエットや健康管理に確実に取り組めます。完全個室のプライベート空間も魅力で人目を気にせず集中できます。30日間の全額返金保証もあり、ライザップの自信がうかがえます。健康で理想的な体を手に入れたい人はぜひこのプログラムを検討してみてはいかがでしょうか。知的な成長と同様に体の健康管理にも力を入れることが人生をより豊かで活力に満ちたものにしてくれるはずです。美しく健康的な体は生き生きとした毎日を送る上で大きな力になります。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。